どうもスリカスイミングのスリカです。本日はほとんどの方ができていないバタフライを楽に泳げるコツをいくつかご紹介していきます。それでは行きましょう。8月の10日半プライベートレッスンを行います。そして7月のプライベートレッスンもまだまだ受け付けておりますので、気になる方は概要欄のリンクからチェックをしてみてください。ではまずは水中の映像から解説をしていきます。バタフライを楽に泳ぎたいですよね。まずは25メートルを楽に泳ぐっていうのが目標になると思います。25楽に泳げなかったら50メートルはねもっときついと思うの で、バタフライを楽に泳ぐコツっていうのは、まず1個目が結構大きくうねる。今のこの映像も割と大きめのうねりです。だいたいこの水深がプール1メートルぐらいあるんですけど、半分ぐらいまでは沈んでますね。結構バタフライを楽だじゃなくて全然辛い、25メートルで限界なんですとか泳ぎきれないんですっていう方は、結構浅めに泳いでる方が多いので、思ってるよりも深く沈み込んでみてください。で、沈み込むと浮き上がる力、浮力が水の特性であるので、それを利用してスピードをつけることができます。なのでワンストロークでもっと推進力を上げて距離を伸ばすことができるので、まずはそれを取り入れてみてください。続いてはこちらの映像から解説をしていきます。この映像から何がわかりますかね。てかプールサイドがギリギリすぎてリカバリーが怖いですね。なんだろう、まず一個言えるのは、キックはほとんど水面から足が出ないっていうことかな。要するに蹴り込みですね。先ほどもうねれば楽に泳げるよって言ったんですけど、結局うねることができるようになるとキックの蹴り込みっていうのがだんだん上手くなってくるんですね。ここは連動してるので、キックの蹴り込みができたイコール深いうねりができるようになったっていうことでもあるので、足が出にくくなる。で、足が水面からポッて出る人で、あとはキックでなんかすごい泡をかいてるなとか音がするなっていう方は、足がやっぱ出すぎている、もしくはよくあるのが膝が曲がりすぎている可能性があるので、できるだけまっすぐ柔らかく使ってほしいです。変に固める必要はないんですけど、膝打ちにはしないようにしてみてください。続いてはこちらの角度から見ていきます。あと解説できるのはリカバリーと呼吸ですね。で、リカバリーに関して言えることは、楽にリカバリーしたいんだったら最後まで書き切ることが重要だと私は考えています。よくこう水中での手の書きが重くて、もう途中で上げる、横から切るっていう方もいらっしゃるんですけど、逆にそれだとリカバリーでなかなか手が水上に上がらないし、横から切るってことは推進力途中で止めてるっていうことでもあるので、進みは悪くなるんですよ。で、私がいつも言ってるのは、最後まで書き切ってちゃんと手が後ろから水上出てからリカバリーを行った方が絶対水引きずらないし、書き切ってるんでやっぱ推進力あるんですよね。で、書き切るのが辛いっていうのは、水中で頑張りすぎてるので、スカーリングとか力抜いても水を捉える方法っていうのはいくらでもあるので、その技術を身につけるべきだと思います。
で、あとは息継ぎなんですけど、できるだけ回数は少なくした方が楽です。できるだけ頭は水中に入れたままリカバリーを行う、この動作ですね。で、息継ぎはした方が、まあ、空気の循環があっていいってシンプルに考えればそう感じるんですけど、やっぱ息継ぎのこの体を持ち上げるっていう動作は息を吸うよりも辛いものがあるので、できるだけ私はしない方をおすすめします。できるだけ頭入れて25メートルぐらいだったら4回に1回呼吸でいいんじゃないかなって思います。では最後はこちらの角度から見ていきます。まあ今まで言ったことをやっていただければ、特にあとやった方がいいんじゃないかなってことはないんですけど、あとありがちな、ほとんどの方ができてないコツっていうのが、小指から出して親指から入水ですね。正直水中での手の書きに関して、まあ、アウトスイープとか SG とかまっすぐ書くとかありますけど、それは正直私にとってはどうでもいい。どの軌道を選んだって水かける人はかけるし、かけない人はかけないです。軌道を変えたからって進みが良くなるっていうわけでは 100% は言い切れないので、どちらかというと手のかき鍛えたいんだったらちゃんとスカーリングとかやった方がいいです。それよりも大事なのはリカバリーでちゃんとした角度、肩甲骨から回す角度っていうのがあるので、それをしっかりと身につけること。このように小指から出して手の甲を前にして親指から入れる、こっちの方がよっぽど重要です。こっから書き始めにつながっていくので、リカバリーでちゃんと肩甲骨から回せてないと、その後の書き始めっていうのはしっかり力を入れてできるわけがないので、まずはここからやってみてください。で、このリカバリーはかなり思ってるよりも大げさにやらないと反映されないです。ということで、いくつかご紹介しましたが、ぜひ記憶に残ったものをやってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。